皆さんこんにちは、イヤです。今日もお仕事、明日もお仕事。センシティブな機材の運搬、過敏さを直すことよりもそれを受け入れられることの方が大事。私はあなたの全てを理解できないかもしれない。だけどあなたを大切に思うことはできるよ。付属のコネクタを使うよりも複数のマグオールでがっちり掴んだ方が安定。目的地に到着。ちょっとずれちゃったかな。大丈夫、大丈夫なんだよ。そうは思えなくても。あくまで機械だけど、なんだか他人事じゃない気がした。次のミッションは海水サンプルの採集。ちょい右。よし、この容器に原発周辺の海水を汲もう。ごく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 。あとはこれを持ち帰っておしまい。ミッション完了。次のミッションは展望台の火災。以前は不具合でクリアできなかったけど、今はどうだろう。艦載機で現場にアプローチ。みんな無事だね。次は消火。砲塔ではなく砲身の器具でも微妙に調整可能。最後の調整は船体で。消火完了。あとはみんなを病院送りに。ミッション完了。どんどん行こう。次のミッションは研究員のタクシー。昔はよく焦った仕事。ミッション完了。次は破損したドローンのサルベージ。
ウィンクルムを使った潜水作業。コックピットとバラストタンクは兼用。床と側面のハッチを開けて注水。接続確認。位置エネルギーを使って排水。物はいいよ。ミッション完了。桟橋チャレンジ。次はセンサーの取り付け。チェスト。首が座ってない？よし。マック画面で座標を合わせる。透過。これは潜水準備。ミッション完了。次は潜水艦乗組員の救助。ここで一旦切り離し、急いで排水。沈む前に救出。これで一安心。ミッション完了。リサーチセンター編最後のミッション。故障した調査船の調査。津波に襲われるミッション。船を固定して挑む。ちょっと後ろすぎたかな。でも調整する時間がない。助かったみたい。あとは一人残らず病院送り。ミッション完了。またね。